そうしたまま突っ込んでくるぞ。なんだよそりゃ。時点でターンする瞬間を狙ってやがったのか。なんて無茶苦茶なことをするんだ。あの GTR 何の躊躇もなくぶつけに来てた。もしケイスケさんが引かなかったら正面衝突の大惨事だったんだ。ふざけんな、こんなのありかよ。いや違う、ほとんど同時に見えたけど、それでもコンマ1秒くらい先に相手の方がスピンターンに入ってた。それでラインの優先権を奪われてしまったんだ。コーナーの立ち上がりで並びかけるタイミングを測ってたんだ。我ながら会心の出来だぜ。やられた。もう抜き返すしかねえ。